久しぶりに番組に登場したベリー・グッドマン。去年メジャーデビューを果たした彼らのハーモニーはリハーサルから美しかった。ロビーには待ち焦がれるファンが。大阪在住の彼らがツアーファイナルに選んだのは東京だった。おはようございます。ようこそ。ようこそ。ご無沙汰です。戻ってきた。戻ってきました。2014年11月以来の再会。ベリー・グッドマン、てっぺん取るぞ。おはようございます皆様。朝も早くからありがとうございます。3時間待った。これは早すぎる。おお、すげえな。ありがたい。フィリックス元気だった？元気でしたよ。お久しぶりです。大阪でブイブイ言わしてる？大阪で家から出てないですもん。あのスタジオまだあるの？ありますよ。懐かしいな。ねえ。あの名曲。これからもガチな無茶ぶりから1分でできた番組テーマ曲。みんなで歌を歌おうか。未来輝け僕らのメロディー。それがこれからも響き渡るように。ララ。今の音源も全部僕ん家で作ってますね。ギターも取って声も取って。プリプロっていう感じじゃなくて本ちゃんで。てか僕らの音源で僕ん家以外で撮ったことないんで、なんていうんですかね、でっかいスタジオって誰にでも対応できるようにいろんな機材を入れるんで、もう僕ん家は3人で撮ることを考えて集めてるんで、マイクも違うの使ってたんですけど、3人で抜群に合うマイクを探して買ったりいろいろしてます。喉は目を舐めます。意識高いね。それやっぱりね、東京ですからね。メジャーになると違うね。なことはないんですけど、でも確かになんか変わったかもしれないですね。そこは衣装が派手になって、こんな衣装を着るようになったんだ。はい、ついにウィーゴーで5000円で買ったんですけど、はい、でもライブ映像を見るとこう生えてましたね。何が一番変わった？僕は何も変わってないですね。結局は制作も3人やし、人がいっぱいおるぐらいですかね。けど僕は基本的には人の話聞いてないんで、今まで通りです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。どちら様ですか？あ、僕バック DJ のマナビです。どっかで見たことあるんですけど、はい、そうですね、元デジカットですね。お世話になりました、その説は。はい、残念ながら解散してしまったデジカット。だがベリグの DJ として復活。おかおめでとう。あけましておめでとうございます。違うわ、ね、出産。あ、出産ですか。あ、ありがとうございます。いろんなおめでとうがあって、ツアーファイナルおめでとうなのか。いつの間にかモカはパパになっていた。でも赤ちゃん生まれましたって そう言うてて、言ってもう一回冬が終わる頃にの時にね、言ってたやつがあのおかげで生まれたようなもんですから。赤ちゃん生まれましたぐらいのテンションでいけますね。やっぱりテンション的には赤ちゃん生まれましたぐらいいきたいと思います。もうさ、はい、メジャーになったしさ、はい、もう出てこいや。やっぱ大阪の仲間も聞いてるんでね。もういっぱい頑張ったじゃん。いや、まだまだですね。大阪で大阪城ホールを大成功させて、ライブ会場にも最初から彼らが夢と語っていた大阪城が掲げられていた。東京の魂売ってんじゃん。いや、これは二十歳ぐらいの時に、お金ない時に東京に来た時に夜行バスで
プレゼントしてくれた人がやってるブランドで、東京来るときは絶対これ着てるんです。大阪でも着てますけど。そんないい話があったの。はい、ごめんね、魂売ってるとか言ってちょっと紹介させてください。はい、今日同じ1988から、はい、豊中クルーのお二人です。ダンサーです。よろしくお願いします。ダンスのところで、うん、西村のところ、西村から俺のそのバランスがめっちゃなんかバラバラやったから、今日そこ合わせたらまだマシなのかなと思って。踊ってるヒレックスも踊んの？はい、一番こうなんていうんですかね、やる気ありすぎずなさすぎずの間で頑張ってますか。もう一個考えれるのは、うん、で俺らがその周りなんか以前はなかったステージ演出も取り入れていたっていうのも、ありあり。この光る靴もすごいな。そのバイク屋さんが作ってくれたらしくて、やっぱ乗り物じゃないですか靴も、ね、音楽に乗る、そして靴の上に乗って調子に乗る。調子に乗った。そのステージ上にもエレキギターが増えていた。初めて歌う。ほんますか。最近弾いてるんですよね。音が僕らインストを流してやるんで、ふとなるという。あとはヒデファンの心をグサーンとギターで。そしてなぜかトランポリンが。それは今回のツアータイトルに関係があるらしい。超高感度の跳躍というツアータイトルなんで、誰よりも飛んだろうと思って2発行ってますね。しんどいんで1回ぐらいしか使わないですけど。サービス精神旺盛な彼らのアイデアは尽きない。いけそう。そして聞かせるところは聞かせる。お願いします。お願いします。